お昼あそこだから空いてたらあそこでいいんじゃない？うん、空いてたら。分からん。ちょっと待ってよ。2時半。ライブマイクの位置テスト、襟元スポンジふわふわは効果あるんでしょうかね。外部マイクのテストに、内ポケットにつけたジャケットの内ポケット声は入るんでしょうか。これで入らないかな。意外とこうやって喋ってみようと思っても意外と喋ってみれませんね。でもこんなことしてたらきっとすれ違う人はなんじゃあいつ怖いなって思うわかもしれません。外部マイクのテスト3つ目、首の後ろ。ヘッドホン持ってこなかったのはどうしかな。外でも来てたのにな。まあいいや、首の後ろは気持ち悪いです。意外と首の後ろは敏感だということが分かりました。外部マイクと揺れのテスト。外部マイクは内ポケットのとこじゃねー。あら危ない。今度は HQR のテストです。渡れるよ。カメラテスト、外部マイクとV8S にスタビライザーテストです。裏の方が安全じゃない？向こう行った方が。うん、そうだけど一本向こう側の方が安全じゃないけど、ここ車多いから。うん、ここから、
まあ、ここで捨て方こうだ。なんか CG でやったりしてるのもあるみたいよ。あの吹けさせるの。やっぱり付け方間違えてたみたい。今日は全然傾かないわ。まっすぐ行っとるわ。このカメラこっち側揺れてても傾かなくなった。あれ、こっちだけなのかな、点滅するわ。あ？そういう人もいるよね。だから気をつけてねっていつも言ってんや。こっち側だけでも止まっとかんとさ。うん。いけるよ。